おと相手の攻撃避けろ、頑張れ、耐えろ、まだ耐える、いける、まだ前いる、前負けおはようございます、ティレと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーグレートドラキー最強伝説始めていきたいと思います。何事にもハイエンドコンテンツってあるじゃないですか。例えばドラゴンクエスト10のハイエンドコンテンツとかあるじゃないですか。あれをやっぱりみんなでやった時の達成感って確かにあるもんですよ。みんなでね通話しながらワイキャイしながら、それでもハイエンドコンテンツをやり遂げたなって、そういうの喜びもどっかにあるんですよ。それはどっかにもある、俺にもある、そういうの。友達いないけど、あまりオンラインでも友達いないけど自分ただね、それより一人討伐した方が両言うた、何度やっても結果を出せるぜ、俺の力を見せてる、いやいや何を言ってはるんや俺たちのグレートドラキーの力を見せてやろうやないか度胸やな、本当に。どっちがいい度胸、すげえ、俺様の分まで頼んだぜこんな声援あったのこの前は主人公のスペックで負けていた気がします、私。なのでメタります、行きましょう。魔獣の爪を持ちました、行きます。獣人剣です、この世には獣人さん、今回は獣人剣行きましょう。ドラキーはタフドラキーで、ルカノンの事故が怖いんだけどな。問題は二つ、大きな問題は3000という膨大な HP を削り切らなくてはいけないっていうのと、リュータの SP カード、これはこうだね、よし行こう。で今回は獣人剣がシルバーデビルにね行くこと、基本的にシルバーデビルに攻撃が行きます。なので獣人剣をシルバーデビルに当てていけば火力は取れるんだな。 OK 600cc、よし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 、ダメージですよ。これで負けることがなくなった。負けそう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 、ダメージです負けそう。何これあ、天魔客に逃げてくれるのはありがたい。天魔客なら大丈夫。いいよいいよ、ゲッ、こっちは2000しかねえからな、HP。HP 類だけでも変わってくる、全然。さあ、バギーでね、ドラゴンゾンビにはいい打点出ますんで。バギーで、よいしょ、オッケー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 。いい打点出てんね。とりあえずダメージレースで勝っていきたいね。それをするにはやっぱり特攻武器というのね。あー、漆黒の爪食らうか。痛いなー、おい。さあ、ボンネイル。こいつは全体攻撃しかできないからな。食らうんだ、全員。とりあえず翼入れします。主人公を止めつつね、勇気負けしちゃうと、もう、こいつパッチョしてくるんで、こいつパッチョしてくるんで、それは絶対止めないといけないです。よし、OK!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 
モーション、なるほど。ロトの紋章はね、きついなー。主人公は止めといたけど、このターンに一気に削られたら、もう3ターン目耐えないね。子守歌してくれない？よし、来た！子守歌を歌ったー！よいしょー！完璧ー！これは完璧ー！ロトの紋章したターンに全員木の天使はでかい！これはでかいぞ。これは追いつける追いつける追いつける、ダメージエースでも追いつける可能性が高い。子守唄超優秀よ。さあ、多分シルバーデビューに打つ。シルバーデビュー、シルバーデビュー。よし、オッケー、せーの、はい、優勝、オッケー。よし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 、リーサルも見えてきたな。4連撃来たな。これなんだよな、4連撃強いんだよ。4連撃 235×2 か、マジか。いや、バトマス99の暴力だな、これは。避けろ！避けない！いやー、きついか？バギー？
襲いかかる661で、次グレートドラキーでフィニッシュいけねえか。ボーンネイルを食らうとして、いいオッケー、いいよ。灼熱の叫びね。まあ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 、全体攻撃の分にはいい。次のドラキーマが、他方ドラ、羽ばたき外さなければ。羽ばたきを外すなよ。羽ばたきするからな。外すなよ。いけ、避けない、そいつ避けない、オッケー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 、いった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 、ゆず十字キーカチャ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 、いけ、合体モンスター召喚、いくぜー、グレートドラキー大召喚、すべてを凍らせるつもりだ、いけ、3000を削り切れ、とどめさせー、よっしゃー、いったー一発とはまさか思わなかったよねー。いやー、子守唄が強すぎた。ロトの紋章したターンの完璧な動きだったぞ。ドラキーマー。やっぱドラキーマーいいなー。よっしゃ、最強バトルモンスター決定戦優勝者は杉庵です。はい。私です。竜太、すまんな。お前一回勝ったのにな。クソ、やられた。やりやがったな、杉庵。すげーバトルだったぜ。ね。子守唄があんなに刺さると思わなかった。めったに見られない手見え勝負であった。私も大興奮したぞ。まあ完全にこっちが目立ってたけどね。マジの爪使うわ。子守唄寝つかせるわで。目立った感はすごいあったけどな。こんなん普通の大会の決勝じゃありえないからね。完全に目立ってしまうなんて。ずるいよ。ずるい領域まで入ってるからな、もはや。勝ちゃいいのよ、勝ちゃ。この縛りはもうね、勝っちゃいいんですよ。さすがにあのままじゃ動画終われないねということで、私は一つ考えようがあります。先ほどね、まあ、苦戦していた、竜太のチームをですね、そのまま使ってみようと思います。いでよ、ドラゴンゾンビとシルバーデビル。なぜこのチームが果たして本当に強いのか見定めさせてもらおうじゃないか。いや、あるよね。アーケードゲームとかであるよね。こういうの。人の強かったチームそのままパクってくやつ。オリジナリティのかけらもねえやつな。で、これはやっぱ全員そうだな。うん、使えるようになってんな。ちゃんと。あるよなー。こういう構築。人のパーティーをそのままパクっていくやつ。パーフェクトカードが。物理は多いからなあ、こいつら。ちょっとパーフェクトガードは刺さってる感があるけど。まあまあまあいいでしょう。スパッと突破させてもらいます。ああ。さあ。リュータは使わなかったんだけど、このチーム一応必殺を使えるんですよね、地味に。灼熱の叫び？はーい。よいしょ。ドン。うん。しゃあない。来た、4連撃。さあ、来たぞ。はやぶさの爪の猛攻 !91! くっそ、やっぱり硬すぎる。シールドヒップが硬すぎる。これは。猛攻、こんなもんか。まあまあいいでしょう。ブーメラン。なんだなんだそれは。あ、いやでも硬いな。ドラゴンゾンビが硬いからな、単純に。ボーンネイルいった。ボーンネイル行きやがった、こいつ。せーの。1,2,3! まあまあまあでも、リーサルですよ！行きましょう！リューターは絶対使わないんだよね、これ。なんか知らないけど。行きます！この3体は必殺技使えるんですよ。必殺のね、引っかきの嵐！爪3体でね、発動する引っかきの嵐です。これならパーフェクト動画でも怖くない！耐えてるやん！ああこいつあ、こいつお前、あ、こいつお前お前ずる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 びっくりしたわ。いや、いけると思ったけど、いけなかったのね。なんと、なんということだ。なんと耐えよったか。
もう一回やってやろう、もう一回押し込んでやろう。もう一回押し込んでやるわ、んなら。お、なんか動かれたな。まあ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 、こんなもの継承だ。もう一回食らいたいってか？行くぜ！引っかきの嵐！行けみんな！引っかきの嵐だ！おら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 ！オーバーキルじゃん、こんな野郎！なんで1で耐えるの？しかし、リュータの、パーティー、これさ、不便だね。全員 A が使えないんですよ。どうしても A を全員使いたいんだけど、使うと引っ掛けの話になるっていうのはね、デメリットでもある。おっと、なんかめんどくさいな、お前。配信映えしないのやめてよ。配信映えしないか、これもしかして。あーあーあーあああ配信映えし、おい、エンコ殺しやめろよ。エンコ殺しやめな。ああ、エンコ殺しされちゃったよ。まあ、敵が攻撃してんのわかる。大体わかる。冷たい風だろ、これは。ダメージもわかんないからな。まあ、これ見てるか何にもわかんないぞ。いきます、四連撃。ハヤブサの爪の猛攻！多分4玉貯めてると思うよ。多分だけど。どうの ?4 連撃！避けられたね。思いっきり避けられとったな。漆黒爪。多分4玉貯めてると思うんだけどね。あ、隆起回収できてるかどうかすらわかんないからな、これ。じゃあ、晴らすとしましょう。ヌーバちゃんは、スペシャルカードを使うと晴れます。ドロヌーバの欠点は、スペシャルカードを使った瞬間に、剥がれるんですよね。ドローは。ドローは剥がしておきましょうね。うん。勇者たちの前では泥など無力と。冷たい風結構食らってたのね。で。で、冷たい風結構食らってたのね。まあ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 、人のパーティーを使ってどこまで行けるかっていう話ですよ。さあ、行こう !4 連撃来た来たぞ、猛攻 !OK! もう一発、猛攻 1!OK! やっぱ、ハヤブサの爪強いよ。まあ、アマかけるとかに比べりゃさ、それ落ちたけど、それも強いよ、2回攻撃は。はい、OK! まだわかんねえな。続くぜ、この動画。おー、なるほどね。なるほどね。お、クソドラゴンじゃねえか。何しに来たんだ、こんなのに。相手にとって不足はねえな。バルボロスっちゅうことで、いきますよ、せーの、内股ズッキュンズーン。まあ、バルボロスなんでね。バルボロスも、やっぱ、オスですよ。きっと、このバルボロス。オスなんでね。さあ、行こうよ、このまま。国欲の爪。主人公に行くなんて珍しいじゃない。硬いよ。めっちゃ硬いよ。じゃあ、まあ、ここはね、ドラゴンギにぶっ破します。あ、でもどっかでつばぜりした方がいいか？そうしないとエルギオス戦大変だぞ、これ。このターンに仕留めちゃうと、エルギオスがオーブ溜まったまま始まっちゃうから。これ、どうだ？お、会心の時期ナイス！さあ、そして、とどめろ！来た！ハヤブサの爪の猛攻 !1、2!OK! これ、でも、エルギオスに次のオーブ引き継がれるんでしょ？ちょっと不安だな、そう考えると。まあでも、相手にとって不足はね、いい勝負にしようや。さあ、人から借りパクしたチームでね、なんとここまでやってまいりました。
リュータのチームをそのまんま運用した結果、出てまいりました。人のチームを勝手に使った怒りはね、計り知れないものでしょう。多分こいつはリュータかもしれません。もしかしたらこいつはリュータかもしれませんね。はい、エルギオスです。大会モードはクリアしてないんでね、白目です。ま、楽勝でしょ。あー、オーブ溜まってんねー。お互いオーブがちょっとずつ溜まってんのか。なるほど。ただ、今回のいいところって、まあ、このデータでやってるんですよね。グレートドラキーのデータでやってるんで、今回エルギオスが出てきたのは完全なる偶然なんですけど、ただ、赤目は出ないです。その分。なんで、正直白目なんて、もう白目なんてもう可愛いもんですよ。ぶっちゃけ、僕からすりゃ。あ!俺がなんか楽勝ですよって言った、矢先これか、おおおおおお、大丈夫か?これ主人公動けないのきついな。主人公動けないのがきついな。光の弾使って、勇気で負けないようにしよう。灼熱の叫びをあげる!シルビー!頑張れ!オキシ!いいダメージ出てるよ。いや、ここで主人公が動けないの痛いな。まあ、エルギオスはそういう戦法を使ってくるんだけどさ、確かに。さあ、ボーネル !1、2、3、オッケー!打点してるけど、やばい、怒っとる。避けろ、やばい、これは線行く。だー、線行った。奇跡も魔法もあるんだよ。これさ、あ、でも待てよ。高校波動で。ちょっと待って。あ、安直にまた選んだけどさ、高校置いてつく波動で負けじゃね?つばぜり合いした方が良かったんじゃないの?今更やけど。あれ?ちょっとエルギオスの白目を、だからって、侮っているような気がする、完全に。あれ、これ、高校いてつか波動で。あれ、高校いてつか波動で、これ、偉いことだぞ、これ。このままじゃ。おい、大丈夫か?おーい、怪しい人見ておけよ。まあ、危ない。高校波動だったらどうしようかと思ったぜ。危ね。勇気たまったね。さあ、これは一番熱い展開に持っていったと言っても過言ではない。まあいいでしょう。さあ、とどめつばぜり合いと行こうや。来たぞ、この熱い展開。まさかとどめつばぜり合いになるとはな。連打が早い方が勝つ、それだけや。真剣勝負 AB 連打いきまっせ。いくぜ、俺の連打についてこれるか。勝ったー、白目だしな。通過白目だしな。リュータのチームが強いかどうかはさておいて、白目なんだよな。さあ、やってまいりました。エルギオスといえば、そう、この方、ラビエルです。無関係。みんな大好きでしょ、このとどめ。みんなが大好きなこのとどめをやっぱ呼んでまいりましたよ。アクロバティックに動いて、さあ、錬金成功。いざ、内股ズッキュン。エルギオスよ、あまりよの。ああ竜太のチーム強かったぜ。竜太のチーム強かったな。エルギオスよかったな。この筋書きでいいのか。